マッカビ時代のヤシケビシャス2007年ユーロバスケで、銅メダルを獲得し、代表メンバーと共に外戦帰国。大勢のファンの前で感謝と喜びを報告する、ヤシケビシャス。場所はビリニュース。2007年オフ、欧州に戻り、パナシナイコスでプレーするヤシケビシャスシャルーナスヤシケビチュシタは、リトアニアカウナス出身の元プロバスケットボール選手。国内リーグ BC。 ジャルギリスに所属する、ヨーロッパを代表する司令塔として君臨。世界的に競合であるリトアニア代表の中心選手として長年チームを引っ張っていた。現役時代のポジションは、ポイントガード、193センチメートル93キログラム、10代で渡米し、1993年にペンシルベニア州のソランコ高校に編入、卒業後、 NCWA の名門メリーランド大学に入学。4年間通い、大学3年生時は平均12.7得点。4年生時は12.4得点と活躍したが、卒業年の1998年に NBA からドラフト指名されることはなかった。卒業後に母国リトアニアに帰国し、BC リエトボスリータスに入団。リトアニア国内リーグ一部のアシストを獲得。 その後、スロベニアのアリンピジョリブリアナを経て、2000年に FC バルセロナへ移籍。アッコブ3連覇のうちの V2 に貢献し、2002から03、プレーオフ MVP を獲得。2003年、マッカビテルアビブ BCA 移籍。ユーロリーグ連覇に貢献する。2005年、NBA のインディアナペーサーズに入団。2007年1月、ゴールデンステートウォリアーズへトレードされるが、 9月29日にバイアウトされた。同年オフ、欧州へ戻り、パナシナイコス BC に入団。2013年、BC、ジャルニリスに入団。翌年、引退。リトアニア代表ではジュニアより選ばれ欧州タイトルを獲得するなど活躍。1997年には A 代表に選ばれ、1998年世界選手権に出場。 オリンピックにも2000年のシドニー大会より3大会連続で出場しており、シドニー五輪では銅メダルを獲得した。2003年欧州選手権で優勝に貢献し、MVP にも選ばれた。引退後は BC ジャルギリスでコーチを務め、2016年にヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。